中野新旧院は大阪府大阪市東住吉区張中野に所在する新旧院。その建物が歴史的建築物として国の登録有形文化財に登録されている。延暦年間に設立したとされる。野号は中野光天新良院。平安時代から一子宗殿を守り、男児に恵まれなかった場合は女子を通しとして現在に至る。九殿によると、 工房大使が不況の途上に当家に宿を借り、その例として、当時最も進歩した、真術、壺を示す、水穴風像の木像を二体と近親を授与された。三代目が、旧暦の満月に当たる8月15日に開業した、ため、月見の針と呼ばれる。南北朝時代、足利軍の戦火により消失したものの、像二体と官方役所は残った。 1763年発行の摂津平野大江図でも中野村小二針氏の記載が見られる。明治時代41代目が医師の資格を取得し、西洋医術を取り入れたことから近畿一円から1日500人以上もの人々が殺到し、屋敷内に宿舎が設けられるほどだった。1914年南海平野線の開通時には、 駅から当院まで7カ所の辻に同票が設置された。同じく大正時代、41代目が近鉄南大阪線の開業に尽力したため、最寄駅が針中の駅となった。現在も駅名は継続され、地名としても残っている。当時では珍しく、遠方からも確認できた遠付3階建ての屋敷は1975年に取り壊された。 2019年7月19日、7件が国の登録有形文化財となった。ありがとうございます。